はい、こんにちは、ドぐリです、えー。今日はですね、えっと、ジャニのチャンネルが24時間テレビでコラボをするっていう話がすごい面白いなと思ったんで、ヤフーに記事を引っ越したので、ちょっとその裏側をお話ししておきたいと思います。ジャニのチャンネルね、皆さんご存知ですかね。多分知ってる人からするともう、あのもう1年以上やってるチャンネルなんで、すごい有名なチャンネルになってると思うんですけど、 正直僕はあの、てっきり事務所がしっかり番組として作ってるチャンネルなのかなっていう、その、ジャニーのチャンネルって、二宮さんの二のなんですよね。なんか、ジャニーズのチャンネルっていうことなのかなって、勝手に思ってて、自分はターゲットじゃないなと思って、ままあ、ほとんど見てなかったんですけど、今回、ちょっとその24時間テレビのコラボのくだりとか、 あと、そのチャンネル登録者数がジャニーズ事務所でトップになったんですよね。もともとあの、そのジャニーズ事務所でトップになったよって記事が、あの起点に記事を書いてるんですけど、これね、今更ながら最初の動画から振り返ってみたんですけど、本当に二宮さんとその、 中村さん、山田さん、菊池さん、ちょっとこジャニーズファンの人からすると組んで呼ぶべきなのかもしれないです。ちょっと、あえてリスペクトを込めてさん付けで呼ばせてもらいますけど、これね、本当にちょっと4人が中心にやってるっぽいんですよね。あのまあ、当然、まあ、裏になんか企画サポートしてる人いるんじゃないかとか、いろいろこう、思う人もいるかもしれないですけど、なんかね、やっぱ初回からの動画を見てる限り、本当に素手、ジャニーズのこうアーティスト自身、二宮さんたち自身が、 個人として YouTube をやっている風に少なくとも見れます。で、これはね、本当にすごいことだと思うんですよね。そのまあ、あの僕の世代からすると、ジャニーズのタレント、アーティストっていうのは、写真ですらネットに載せちゃダメっていうのが、ずっと教育されてきてるんで。 あのこうやって記事に、まあ、今回 YouTube のキャプチャ動画はね、記事のヘッダー画像使わせていただいてるんですけど、これすらね、ちょっと怖いんですよね。その誰かに怒られるんじゃないかなっていう。実は3年前に嵐が SNS の本格解禁したときにもう記事を書きまして、このときが一番怖かったですね。そのまあ、怖かったって思いますけど、嵐のツイッター公式アカウントに上がった写真を Yahoo の記事ヘッダーに入れてみたんですけど、 やっぱね、ジャニーズの画像をサイトに入れると、あの、怖いお手紙が来るよっていうのが、やっぱり我々の世代からするとすげえあるんで、この記事書くのもすごい勇気が必要だったんですよね。でなんだかんだあれから、まあ、まだ2年半ぐらいですけど、この、まあ、僕もその嵐の SNS 解禁の時に、この日本のネットの地位を根本的に変えるかもしれないっていう、 まあ、あくまでネット側の人間として、やっぱりそのジャニーズのトップアイドルである嵐が SNS を使うっていうことは、やっぱりその日本の SNS、まあ、なんとなくネットアンダーグラウンドみたいな印象が、まあ、嵐が本格的に SNS を使うことによって、やっぱりその SNS にあのファンが当然移動してきますから、変わるんじゃないかっていうのをまあ2年半前に書いたんですけど、まあ、実はその中の二宮さんは、 なんかってて、自分は YouTuber になりたいとか言ってたらしくて、それを実際に実現したんですよね。これね、本当にあの、最初の頃の動画がめっちゃ面白いです。意味不明のティザー動画が数本あって、それの種明かしがその後されていくんですけど、要は、野宮さんと中丸さんが、その、ないように、お知らせ動画をいかに出していったっていう。でも、出してみたら、 最初数百再生しかされなくて、やっぱりこれはジャディーズって使った方がいいんじゃないかとか、二宮さんの名前使った方がいいんじゃないかみたいなくだりがいろいろあって、だんだんバレていったら、一気に200万登録に行って、本人たちも驚いて動画を上げるみたいなくだりが、まあね、本当にあのプロセスエコノミーっていう、一言で言うと簡単ですけど、本当にこの相撲4人がやってる感じが出てて、 これをね、全部狙いで企画で誰かが裏で糸引い取ってるんだとしたら、それはそれですげえなっていう、いう素直に騙されてもいいやっていうぐらい、まあ、でもこれはね、本当あの、井上さんが中心にやってるんだと思うんですよね。っていうのが伝わってくる感じで、だからこそジャニーズ事務所で一番の登録者数に1年ちょっとでなったんだろうなっていう。海遊さんの記事に詳細が、経緯がまとめられてるんですけど、 ここにジャニーズの YouTube 登録者数ランキングっていうのが出ててですね、ジャニーのチャンネルが1年ちょっとで326万、で、嵐が2019年10月9日開設で325万、その次がジャニーズオフィシャルで、これも2019年8月開設で200万弱ですよね、199万。で、その後各アーティストのチャンネルが並んでいくんですけど、まあ、嵐とジャニーのチャンネルが圧倒的に多いんですよね、倍近く。 ある意味、ジャニのチャンネルは4つのグループから1人ずついるから、4つのグループのファンが合わさってるっていうふうに考えることもできるかもしれないですけど、それよりは、やっぱりこの素の姿が見れるっていうところが魅力でもあり、YouTube っていうチャンネルに合ってるのかなっていうのはすごいしますね。これがまたね、24時間テレビとコラボするっていうのがすげえなっていう、あ,あの、ちょっと、ちょっと、あの、 謝罪的な炎上もしたりとかいろいろしてるみたいですけど、これもね、やっぱ素で、言うてもね、YouTube やって1年とか SN、SNS 使い始めて2年半とかですから、本当試行錯誤しながらやってる過程だと思うんで、小さい炎上をしながら学んでいくんだと思うんですけど、ここと24時間テレビとコラボっていうのはすごいですよね、その、日本テレビ側もやっぱりその新しいことがやりたいっていうのがあるっぽいですけど、 すごいのが、24時間テレビのこのプレ番組をジャニーズのチャンネルでやるんですよ。日本テレビのチャンネルじゃなくて。ある意味、その日本テレビからしたら、まあ、当然あの、出演者のチャンネルではあるんですけど、ジャニーズ側のチャンネルに番組任せちゃうわけじゃないですか。たぶん、あの、24時間テレビの,この番組を作るのには、多分日本テレビのスタッフも関わってるんだと思うんですけど、なんかあの、 メイクさんとか衣装さんがいるのが久しぶりでみたいなくだりが中でもあるって、なるほどなと思って見てましたけど、ね、テレビ局がこれをやるってのは、これはこれですごいことだと思うんですよね。日本テレビが実はその b ファーストとか、b ファーストも実は BMSG のチャンネルで全部見れるやつをスッキリをも紹介するみたいな。この YouTube チャンネルに実は地上波がパスを渡している構造っていうのは、実はもう日本テレビは結構やってるんですよね。 でしかも箱詰めのドラマにおいても、あの5分ぐらいのダイジェストを YouTube に上げちゃうって、もうなんか消えちゃってるみたいですけど、それによって実は視聴率が結構良かったっていう経験もされてるんで、この辺のノウハウが日テレ側もう多分結構溜まってきてるんだろうなっていう。昔はね、なんかテレビ局の人は一時期、あの、堀江さんがテレビ局を買収しようとしたくだりで、あのネットバーサステレビっていうのがテレビ局の中でも結構固定概念として、 できちゃって、まあ、某お台場のテレビ局とかはインターネットの命でも言おうもんなら切られるんじゃねえかぐらいの空気になっちゃったことがあるらしいですけど、まあ、日テレさんはもう完全にその YouTube とテレビを組み合わせて使う YouTube を敵じゃなくてテレビ局が使うツールとして使い始めてるなっていう感じがすごいしますね。 実際そのジャニーノチャンネルのこう24時間テレビ企画ももう3、4本上がってるんですけど、それの1つでも,もう何したいっていうののこう定討論会なんかもあって、そこのコメント欄がまたすごいんですよね。ファンの人たちがこういうのやってほしいみたいなのめちゃめちゃ書いてて、さあ、この辺をこのジャニーノの4人と日本テレビがどこまで踏まえてやるのかっていうのが。 なかなか楽しみだなと思って、ちょっと飛ばし気味の記事を寄稿してみております。はい、よければ <laughs> 記事の方も見ていただければ幸いです。はい、今日もありがとうございます。